久保さんいや今日はですね毎月やってるドリームアカデミアのね勉強会さっき取り終わりましてめちゃめちゃパワー使いましたねこれ60歳までね毎月新しい講義追加するぞみたいなねやってるんですけどまあ久保さんが言う通りねあの強い意志がないとまあ無理なのかなっていう思いを実現化させるためには意志が必要であると、うん、これに尽きるのかなと。 でその意思のつけ方なんですけど、なんか夢とか目標を叶えるための意思もあるでしょうけども、僕はどちらかというと、絶対ここには戻りたくないっていう意思ですね。サラリーマンとしては戻りたくないと。会社勤めは会社の駒として働く、もうそれ、会社のために人生を注ぐという人生は絶対嫌だという意志が、強い意志がありますね。俺の人生は俺が決めて、俺の人生は俺が歩くと。 会社のために人生の時間限られた時間はもう絶対1ミリも使いたくないっていうめちゃくちゃ強い意志がありますうんだから頑張れるっていうのはありますね結構うんだって普通に考え、まあ、いろんな会社がありますし、あのー、いろんな考え方があるんで別にいいんですけど、あのーまあ、はっきり言ってね、まあ、9割九分は会社のために働いてますから社員っていうのは うんあの社員が中心な会社っていうのは限りなく少ないですね。社員が中心である。社員の生活を守る。社員がすべてである。じゃあ、この不況、まあ、コロナとかになった時に、リストラするかしないか。じゃあ会、社, <laughs> 社員が中心であ,あるんだったら、絶対リストラしないですよね。絶対です。だって中心なんだから。 うん、でも、会社が中心である以上、会社が生き残るために、だからどっちが生き残るかっていう、うん、天秤にかけたときに、会社がを生き延ばさせるという方向性に、ほぼ確率、ほぼ高確率で会社は動きます。会社が存続するっていう。そうじゃないですか。吉田さん、うちの会社は違います。どんなに会社がやばい状態になっても、社員は絶対見捨てられないし、社員は絶対生き残れます。そんな会社はないと思いますね、あんまり。 うん、確実にまあリストラがなかったとしても給料削減とかねボーナスカットとかまあそういう処置は取られると思いますよ、うん、つまり結局会社の駒で働いてるわけですよ、うん、そこはねもう揺るぎない事実かなと思いますねどんなにビジョンとかどんなにきれい事を並べたとしてもやっぱり会社が残るためには、まあ、会社が残るためにそれが必要処置であるならば絶対取っていかないといけないのでうん まあもちろんね、いや、会社死んでもいいよ、と <laughs> いうことだったら、あのね、借金しまくって従業員に給料払いって、売り上げがゼロだけどあの、従業員に給料払いまくって、で、結局、まあ結局潰れるわけですけど <laughs>、うん。だからまあ自分の人生を自分で生きるために、あのー、早く自分を歩くっていう道を取った方が、 僕はいいかなと思いますね。もちろん、そこには保証もないし、うん、確定要素もないし、未知の道かもしれないですけど、自分でアスファルトを作っていくという行為が、本当の自分の人生なんじゃないかなと思います。作られたアスファルトを歩くのではなく、自分でアスファルトを作っていくっていうのが、まあ、本当の人生なんじゃないかなと思います。うん まあいろんな考え方があるんで別に人それぞれの生き方なんで、あれですけど、うん。まあね、僕、僕みたいな考え方が全員になったらね、会社なくなっちゃうんで <laughs>、それもね、あれですけど <laughs>、うん。まあ大丈夫です。こんなこと言っても、あの、僕の考え方は一部の人間しかないし、それを遂行するのも一部の人間なんで <laughs>。 あのいくら言ったところでその比率は変わることないと思いますけど、うん、まあ僕はそれを言い続けますけどねまあ少しでも僕に関わる人が自分の足で歩くっていう僕はドリームアカデミアのロゴに鳥さんあの鳥をねこうつけたんですけどまあ羽ばたくと自分の人生を自由に羽ばたくと、まあ、僕が会社勤めしてた時に本当に鳥かごに入ってる鳥だったんで ずっと会社の中にいたし、あの、うん、全然自由じゃなかったんで、実際に鳥籠から僕は解き放たれて、飛んでみて、自由に空を飛んでみて、思ったことが、うん、やっぱ見えない世界が広がってたってとこですね。その見えない世界を多くの人に見てもらうためにも、まあ、活動を続けるってことですね。うん、いってらっしゃい。